月表面がテカテカですね、本当。そうよね、カツオは結構速いスピードで動きましたね。これは速いです、ね、うん、速いで、これ、ね、何もあのちょっと尻尾だけで舵取って生きてるからね。あ、時速30キロぐらいは出そうですよね。50キロぐらいで出たんちゃう。50出てますか。これは速い。ああ、まあそうか、うん、はい、魚、はい、新鮮だ、はい、肉と違ってね、魚は腐ったら食べられへんから、食べれるってことは新鮮な時やから、そうそうそう、うん、肉はなんかどんだけ冷凍しても分かる時間が分からへんから、分かる、もう中腐ってた焼いたら分からんようにしてるから。そうね、ねえ、うん、いや魚はやっぱすごいね。50キロのスピードで泳ぐやつやから、そりゃみんなねサプリにするけど、このまま食べた方が絶対体にいいの分かってんのに、うん、このタタ君あの色が変わるからね、なんでタタ君ですよ。あ、色が変わるからタタキって言うんですか。そう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 、色が変わる魚やね。切った時は綺麗なんでね、今日一日は綺麗ですわ。ほんで明日になったらなんかドソクドになるんですよ。魚がね、だから、それで横はどっちもってまたタッカー、それなんか分解が始まるんでしょうかね、なんか魚醤というか、それこそ味は変わらへんねんけど、見た目が悪いよな。見た目が悪いよね。でなんかそのね、自分自身を溶かす酵素が死んだら出てくるっていうか、まあ醤油の作り方と一緒で、あ、そうやよね。うん。だから黒くなるのもその一反応なんですよね。そう。酸化が始まってちょっとずつこう、そうそう。自分で分解する。うん、人間もなんか死んだらそのまま骨になるらしいですもんね、ほっといても。そうそうね、中で出してきて、うん、それをやらさんようにするからミイラにしようとすると内臓取らなあかんっていうか、そうそう、ちょっと包丁掘りますよ。ああ、わかりました。背骨の硬いとこ抜くんだよね、これでね、これがね、これが硬いんですよ。ああ、硬い。うん。縁側みたいに食べられる。そうそう、これが硬いです。じゃあ普段はこれをまた切って焼いたやつを持ってきてはるんですか。そう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 。へえ、えらい手間かけて。一番でね焼くんですよ。あ、一番中で焼くんですか。当然と。あ、そうか、傷むのが早い。傷むってことない。傷みませんけど。まあ早い方が。うん、そうそう。自分で焼きやるとこがあるからね。本当にこの置いとる。でも今日なんかね、市場は どうなんですか、人というか。いや、少ないですよ。あ、少ないですか。全然少ないですよ。あ、うん、こんだけ詰めたら従業員とこ通る人は大変やわ。あ、そうか、うん、売れへんのに、人がこんなに。それで魚も上げてきてないわ。あ、そもそも上がってないんですか。あ、まあまあ売れへんかったらそら腐らすだけやし、燃料無駄やし、船出してないっていうことですね。そうやろね。うん、漁師だってね、その夜の居酒屋で売れへんのやったら料亭持っていかれへんし。そうですよね。
それは何ですか？え、これ？いやいや、これ水が出るんで、フォークがまっすぐに出ないから。ああ、そうか。お餅にした。なるほど。お餅にしたんです。素晴らしい。知恵が詰まってます。うん、これはね、水が。すごいな。夜間でも十分食べれますよ。これですね。それはもう刺身で、うん、十分。そう。夜間でも食べれますよ。色が変わるんでね。早いね。黒くなるんですね。そうそうそう、赤みが黒くなるんですか。そう。こんな火で取ったらいいんだけどね。中を下ろしたら分かる。3枚に。うん、そう。これいつもぐらいになったら、これぐらいあったらええで、これぐらいあったらええでしょ。あ、でも、はい、これだけいきますか、はい、これだけいく。いや、まあ、そんなお金ないんで、今日。いや、物は高ないわ、これ。あ、そうですか、うんうん、はい、まあまあ、あの大きめでもいいです。これで1400円、これだけで。おお、結構円出してますね。いや、それはしますよ。そりゃそうですよね、うんうん、そりゃそうやな。その半分くらいで大丈夫ですけど。それで750円。はい、いつもはこれですけど、ね、はい、それで、うん、高いことはないんだけどね。まあ、ちょっと魚は高くないんだけど、マグロみたいなことない。ああ、マグロこれぐらいやったら、そらね、刺身ええとこやったら、これぐらい何千、9000円ぐらい。9000円ぐらい。まあそらトロとかね。そう。もうトロとあるからね。一貫の寿司の。9000円ぐらい。これだけ切ったら9000円ぐらい言うわ。あー、そうでしょうね、まあでもこんな大きいのによく切れる包丁ですね。わあ、見事。わあ、見事だ。綺麗ですね、うん、へえ。これだけ持って一旦食べてみながら、そうか、2回に分けて食べたらいい。そう。はい、じゃあそうします。こんなのめったに出さないんだけどな、はい。はい、ありがとうございます。包丁の量。まあ全然繊維に傷ついてないですね。繊維に傷ついてないですね。味が変わるんですよね、潰れると。味は変わらへんけどね。いや、なんかよく包丁ね、スッと入れないとゴシゴシノコギリみたいにしてたら、それじゃあかんない。引っ張ってこう切るんです。あ、こう切ったらあかんない。刺身用でも繊維に沿って切らなあかんのですもんね。あら、もらいに来るおじさん来ないんですかね。
猫みたいなおじさん。今度は明日来るよ。金曜日に来るよ。猫みたいなおじさん。ええ。猫。鍵つけてる。うん。してんのか知らないけど、この辺住むんだろ。ああ。僕はこう住んどるらしいで。へえ。すごいな。ちゃんと服も着とるしな、それは服も着てるし服も着とるから、ちゃんとしたところ住んどるんだと思う。まあね、でまあ今やったら裸の対象できる季節ですけどね夜はちょっと寒なりましたけど、夜は寒い。夜ね、まだまだなんか、うん、冬並みに寒い時があります。そうですよ。すごいね、なんかこのままここで寿司屋で酢飯と合わせて売ったら方がお金になるかもしれない。いや本当、街行く人に、まあ、あの保健所来たら逃げなきゃけどどこで飲食してるんや。まあよっぽど彼らの方が。これやったら、これでね、もう切ってもらうとよろしいね。あ、はい。これをちょっとね、うちらはちょっと薄塩するんですよ。はい、ああ、ちょっと締めるっていうことですか。いや、味がついてないよ。ちょっと塩しとこうか。ちょっと軽い。ありますか？あります、あります。軽い塩しといて、それから味が、まあ、引き締まりますよね。引き締まるわ。うん。これやったら塩も何もしてないんでね。うん、まあ、痛み防止と、まあ、その発酵の準備みたいな、うまみが出てきますよね。アラジョーですか？アラジョーです。容器いらんね、これ。容器いらんね。容器できたら辛いなるからね。あ、ほんでいいわ。ありがとうございます。それは考えたらこのまま武士で干しといたらね、鰹節に。そうこれを干すんですね。え、うん、ただ干すだけの、ね、浜辺でね、潮風に。あ、浜辺で潮ってどれぐらいやるんですかね、あれは。いや、それもこれぐらいですよ。よく一度敷いてまへんで。へぇー。いや、その期間としては。ああ、それは乾くまでやから。何週間か。海やから。何週間か。やっぱり20日ぐらい出すんですよ。出したり入れたりするんですよ。まあ、カモメに持っていかれんようにしてなるからですね。カラスは売るしね。カラスは、そうか。海、そうか。それで切ってもらったらいいわ。ありがとうございます。これもないわ。はい。見事な腕を取らせてもらいました。ありがとうございます。